原宿のビルの一角にあるお昼から営業している秘密のバー、昼バーサノーラボ。マスターはどうやら渋谷のネット企業の代表もしているらしく、ここには一攫千金を狙う若手起業家やアプリ開発者が集まってくる。さて今日は誰がお昼から飲みに来ているのでしょうか。ヒルバーサノーラボマスターの慎太郎です。今週は株式会社ナナミュージック CEO 文原明則さんが遊びに来てくれました。というか飲みに来てくれました。文原君久しぶりです。どうもです。どうもどうも。もう超癒し系。もうね、見てると本当に癒されちゃうよね。文原君本当に、いや本当ご無沙汰で1年半ぶりぐらいだよね。そうですね。確かうちがやっていた2012年の第2回のグラフハッカーワード以来、はいはい、ね、大賞を取ってもらって、はい、大賞100万円だったもんね。そうですね。何に使ったの。でも開発とかでもあっという間に全部あっという間に。いやでもね、今回は後でゆっくりご説明してもらいますけども、ナナミュージックって音楽のね、サービスだから、うちの DJ のスーさんはもう超音楽こだわりだから、いや DJ しながら超楽しんでくれるんじゃないかと思って、そっちは期待してます。楽しみです。はい、さあじゃあせっかくなんでビール一杯開けていきますか。はい、さあじゃあ先にスーさんの方から先制攻撃、ここで、曲を先に聴いてもらいたいと思います。スーさん、じゃあここで一曲お願いします。いやスーさん、これ古めのソウルっぽくていいね。これスーさん情報によると、ターラプーリアの来週リリースされるニューアルバムから。 YouTube ではすでに100万回以上再生されたリード曲 Who You Do、 こういうのもヒルバーに合いますね。どうですか皆さん。あ、もう大好きです。もう聞いてて、あ、超いいなっていう。確かあれだよね、ブラック系のソウルが大好物。大好物です。いいねこのバトルね。今日はいい感じで進みそうですね。さあ、改めてね、ご紹介しますけども、文原明則さんね、ナナミュージックという会社の CEO ですけども、はい、今日はそのまずはうちのグラフハッカーワードでも賞を取ってもらった、アプリ、はい、7でいいのかな、7正式には、はいはい、その紹介からまずね聞いてみたいなと思うんですけども、はい、あと7はですね、はいはい、今、まだ iOS、iPhone だけのアプリなんですけど、うんうん、世界中と音楽でコラボレーションできるというサービス。音楽でコラボレーション、うんうん、そうですね、要はその iPhone だけを使って世界中離れた人たちが非同期で、例えば楽曲、伴奏した演奏を入れたりとか、うんうん、そこに歌を重ねて、うんうん、ジャズ、ベースを入れました、ピアノを入れました、歌を入れましたって、うんうん、iPhone だけでコラボレーションができる、セッションができるというようなサービス。よくそのテレビで大和証券の CM とか、はい、まさにあるじゃないですか。いろんなその地域国々で楽器を一個一個持って、はい、でこう国がパンパンパンって映像で変わりながら、でだん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 一つの音楽になっていくみたいな、はいはい、ああいう CM あるじゃないですか、はい、あの手ですか。ですね。あれがもう iPhone だけでできちゃう。すごいよね。サービスになってます。すごいな。でもそれは聞いてみなきゃ分からなくない。そうなんですよね、うん、そうですよね。前僕もグラフカードで聞かせてもらったけども、即興であの場でもね、確か、はい、やってくれて、で会場がドカーンって割れてそのまま走り切って対象になったみたいな、そんな感じだったと思うんですけども、ね、実際のそのこのナナミュージックの7の中にあるその、あ、なるほどこうやって作っていくんだみたいな曲って、なんか紹介とかしてもらったりしますか。あ、ぜひぜひ。あ、ぜひ、うん、はい、一曲ですね。そうですね。例えば皆さんよく合唱の曲で、はい、合唱、はい、うんうん、よくその一番わかりやすいので卒業ソングとかでよく、そろそろね、はい、シーズンですね。うん、うん、はい、でちょっと一曲あるんです。じゃあちょっとこれを聞いていただきましょうか。はい、はい、卒業曲の大体代表が青毛バトウ。最初は伴奏が。そうですね、はい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 、これ、あるとあるユーザーさんがこの青毛バトウとしてのピアノの楽曲、うん、
っていうのを引いて7で取ってあげてくれたんです、うん、なるほどなるほど。でこちらにですね、どん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 いろんな方たちが歌ってあげていただいて、うん、実際にみんなの合唱が、この音楽だけの伴奏がだんだん厚みを増していく感じ、はい、ちょっとじゃあ、はいはい、まずですねこの伴奏に1人、うんうん、2人ですね、2名が歌いました、はい、うんうんうん、次のどんどん厚みを増していくわけでね、みんな個別で上げてって、そうなんです、あくまでも離れたところで一人一人どん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 一緒に合唱していって、なんか感動的だよねこんな感じですね。来ますね。なるほどな。これ個別で録音して作り上げたものには聞こえないね。そうですね。もうあれこれみんな一緒に歌ったんじゃないのって言われるんですけど。すごいすごい。離れた人同士が歌って、やっぱこんな感じでどんどんコラボレーションできる感じになっています。他にもなんか面白そうなのあるんですか？そうですね。うん、まさしく今の仰げば尊しと、うんうんうん、大体卒業ソングでもうちょっと有名なやつで旅立ちの日にっていう曲があるんですけど、はい、例えばですねこちらでたくさんの方が歌われたやつを、今度は何人ぐらいですか？今度はですね実は40人ぐらい。40人個別に録音してんだよねすごいね。臨場感がね、一人一人の臨場感がだんだん重ねていってすごいねこれね。いやこれがワールドワイドで展開されるとすごいねなるほどな。いやいやいや本当に感動しますけど、でもそのサービスのプロフィールで言うと、はい、今ユーザー数がどのくらいなんですか？今11万人ほどですね。11万人って、はい、だって2012年の8月ですよね、はい、作ったので、今2014、はい、わずか1年半ちょいぐらいでしょ。そうですね、はい、11万すごいね。いや本当ありがたいですでも曲のアップされる頻度っていうのはどのくらいなんですか？そうですね、今毎日5000曲ほどがアップされてます。5000？ はい、5000。1人1000曲とか上げてないよね。上げてないですそれもすごいね。どんな曲が多いの？そうですね、やっぱり結構そのユーザーの若い子たちが多くてですね、うん、なのでやっぱアニメソングだったりとか、最近であればボーカロイド初音ミクの楽曲だったりとか、あとはやっぱり皆さん知ってるような有名な J-POP の楽曲ですね。なるほどなるほどなるほどね、すごいね。なんかこの間ある人から資料を見せてもらって、月間の滞在時間が230時間とか、平均がそうですね230分、月間で230分ですね、ごめんなさいごめんなさい、とか月間の再生回数が350万回、はい、もうね化け物だよね。確かにそのすごいサービスだっていう話でグラフハックも大賞を取ったんだけど、こんな短期間でユーザーが増えるっていうイメージは当時の僕らにはなかった。
これこう広がってってる理由って何なんですか。そうですね、まあ、先ほどもちょっとおっしゃって、言ったんですけど、やっぱり10代のユーザーさんたちが非常に多くて、うんうん、特に半数ほどが10代の女の子たちなんですね、うんうんうん、どこで知るんですか。みんな大体アップストアで検索をして知ったとか、うん、あとはやっぱツイッターにみんな歌ったのを聞いてくださいって流すんですね、うん、なるほど、はい、そこから知ったりという感じですね。へ、はい、でやっぱりその何でしょう、もちろん一人で歌うのもそれで楽しいと思うんですけど、やっぱみんなと一緒に歌う、うん、音楽をやるってものすごい楽しいことで、これってなかなか実はできないんですよね。家で一人でいる、うんうん、音楽なかなか趣味合わない。それがこのスマートフォン、iPhone だけで、誰かと一緒に音楽でコミュニケーションできる、うんうん、この体験をした人たちってみんなもうすごい楽しいってすごい声がいっぱいいただいててですね、やっぱもうそこで音楽を通じて友達ができる、多分そこが一番彼女たちにこう刺さってるのかな。なるほどね。もう文原くんのね、その満面の笑みでその話聞いちゃうと、もうね、洗脳されるね。ね、音だけで聞いてる人は分かんないと思うけど、このね、やっぱりね、文原くんのキャラクターもあったのね、でもね。なるほどな。まあでもこの本当感動する、まあ聞いてる人はみんな多重録音だとはいえ、みんなでね合唱している音楽を聞いて感動するわけなんだけど、その なぜこのサービスを思いついたとか、なんでこのサービスを作ろうと思ったのかっていうきっかけをちょっと教えてもらってもいいですか。はい、そうですね、まあ、やっぱりこの NANA っていうサービスを作るきっかけにもともとなったのって、実は We Are The World という、うん、まあ多分結構皆さん知られているぐらい、僕の知ってる We Are The World はめっちゃ古いよ。はい、そうですね。うん、うん、オリジナル、もちろんオリジナル僕大好きなんですけど、あれがオリジナルな、オリジナルとオリジナルじゃないっていうふうに区分けされるんだね。そうですね。おお、やばい。オリジナルがやっぱものすごい好きだったのあったんですけれど、ハイチオキ地震の後にですね、ハイチのね、はい、その We Are The World を、うんうん、YouTube 上でですね、57名かな、素人さん、アマチュアの方たちが集まって歌ったっていう動画があったんですよね。それ初めて見た時に本当にしびれてですね、うんうんうん、僕もその彼らと一緒に歌いたいって思ったのがすごく自分の中で一つきっかけになったんですね。ただやっぱり例えばその動画もそうなんですけど、うんうん、すごいレコーディングに時間かかって、うん、みんなのこうスケジュール調整とかに時間かかっていて、やっぱそれってすごく敷居が高いなと思ったんですね。そうか、その配置置自身の時の We Are The World の YouTube に載ってるのは、はい、みんなが一堂に会して7がないから、そうなんです、一堂に会してやるから、もう時間の調整から何からすごい大変だったんだよね。ウィアードワールド4ハイチ YouTube エディションってやつなんですけど、うんうんうん、なので、もっともっとそれ簡単にできないかなってパッと思った時に、うんうん、この何でしょう、みんなが持っているこのモバイルデバイス、スマートフォン、うんうん、これが世界につながるマイクになれば、うんうん、これって当たり前のように壁を乗り越えて世界と一緒に音楽ができる、歌える世界で実にできるんじゃないのかなって思ったのがきっかけです、ね、よく一足飛びそこまで行くよね。確かにね、そうだけど、まあそこに至るそのなんかこうポーンと思考が飛んでる感じがするけどね。でも自分、文原君別に開発者じゃないよね。そうですね、はい、全然経験は思いついて、はい、それはでもさ、作る人探さなきゃいけないとか、はい、こっから結構大変じゃないですか。そうですね、そうですね、まあ、その実際それアイデアは思い立ちました、うん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 、で作りたいってなったんですけど、僕全然エンジニアさんでもデザイナーさんでもなくて、うんうん、ってなった時に、じゃあやっぱり一緒にできる人、作る人を探そうと思って、うんうんうん、実は僕は神戸関西の方に住んでいたんですけど、うんうん、東京の方に出てきてですね、うんうん、でいろんな方たちにですね、こういうのが作りたいんです、こういうのが作りたいんですけど、こういうのが作りたいんですそれただの変な人じゃないですか。だってあれでしょ、 iPhone でマイクでみんなで歌ってそれ聞こえたらすごいいいですよねって言ってみんなをこう言って回るでしょ。みんな弾かなかったそれ。あ、またもしかしたら弾いてた方もいらっしゃるのかそうですね、でも、うんうん、まあ、そういったいろんな方たちにも、お話をさせていただいたんですね、うんうんうん、まあ、一番最初の方って実はちょっと面白いつながりで知り合いまして、うんうん、ツイッター上でこういうのしたいんですって言った時に、うんうん、あ、違う、まずこっち来てた時にですね、うんうん、ちょっと銭湯を探してますっていう話をツイッターで、はい、つぶやいたんですね。その時は全然友人の家とか泊まってて、うんうんうん、で銭湯お風呂がなかったので、うんうん、じゃあツイッターからポッとリプライが返ってきてですね、うんうん、で実はその方エンジニアの方でして、うんうん、で、まあ、それはありがとうございます、
ますと、で実は今ちょっとこういうことを考えてるんですけど、またここで熱くよかったらツイッター上で熱くなったよかったら話聞いてもらえませんかねっていう話で、向こうもいいよっておっしゃっていただいて、その後確か渋谷の方で、5時間ぐらいカフェで話したことがあります。また迷惑なでも5時間付き合うってことは向こうにもさ、やっぱ興味があったんだよね、きっとね。ああそうですね、だと思いますね。であのいいね、面白そう、じゃ あの手伝うよって言ってくださったのが始まりです、ね、すごいね。この7のサービスのきっかけが銭湯だったって知らましたねすごいね、その人は、他で仕事をしている会社員のエンジニアの方だったの。あそうですね、はい、本業持たれてて、で週末に手伝っていただけるという形で始まります。すごいね、その言霊がすごいんだろうねきっとねでじゃあその2人で、エンジニアの方と一緒にこのサービスを作り始めた、はい、あなるほどね。それが、2012年8月は会社の登記だよね、多分。2012年の8月はサービスのリリースですね。サービス開始か。それいつぐらいだったの、それは。じゃあそれは、2011年のゴールデンウィークです。そこからもういろんな方に話をしに行って、でもやっぱりあの絵がないと作りづらいよね、じゃあやっぱデザイナーさんいるよね、デザイナーさん探してます、であるコワーキングスペースつながりで出会ったりですね、 でも iOS がいない、iPhone エンジニア探してます、じゃあためて2011年の10月ぐらいにちょっとサンフランシスコに実は10名ぐらいで行って Google 回ったりとかいろいろしたんですけど、なんかあの向こうでいろいろつながりを作っておこうと思って、でじゃあそこで一緒に行ってた子があの後輩が iOS エンジニアが帰って紹介するよって言ってくださって帰ってきて、でそこでもまたお会いさせていただいて、またその一番最初の方くどいたところで同じカフェで数時間話しさせてどこのカフェなんですか、渋谷の、あの渋谷のオンザコーナーオンザコーナーオンザコーナーね、あそこね、くどきやすそうだな、ね、なるほどね、揃ったっていう感じです、ね、本当なんかあれだよね、ギタードラム、はい、ベースみたいな感じで人がどんどんこう集まってきてで要するにサービスを作れるような体制になってったっていう感じなんだよね。そうですね、はい、すごいな、武道館目指そうぜって武道館目指そうぜってねなるほど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 な、そっかそっか。で結局、サービスの開始が2012年8月なんだけども、はい、会社の登記がね、はい、確か日本じゃなかったよ。あそうですね、その2011年の末12月に、アメリカで会社の応募しました、なるほど。それ会社を向こうにした理由は何なの。もともと2012年の3月 の、 あの、サウスバイサウスウェストっていう音楽テックのイベントで、実はサービス7リリースしようと思ってたんですね。かっこいいじゃんでもともとやっぱりその、みんながカリュラルに音楽にどんどん乗っていくので、自分自身もブラックミュージックが好きだったので、やはりもう国内ももちろんなんですけれど、やはり北米の人たちの方がより文化としてカジュアルだろうと、表現が、でもう向こうからスタートするっていう予定だったので、もうじゃあアメリカに作っちゃえって言って作った感じです。かなりイメージ先行型だよね何もない中でそこまでよくイメージがないすごいね、夢を現実にする力が半端ないよね。じゃあ、サウスバイサウスウェストは、当時行ってたんだ。で結局その時は行かなかったんですね。ちょっとやっぱサービスの実際開発とか少し遅れてしまってですね、じゃあちょっと基盤やの厳しいかなと思って、じゃあやっぱり日本でまずはリリースしようというところで、そっちにあの優先したという感じですね。リリースしたけどまだ行けてない。まだ行けてないんです、ね、行きたいね。今年もほらあるじゃない。そうなんです、僕もね今年行きたいなと思って、ね、友達の IMJ の久田君っているんだけども、はい、彼がなんか10人ぐらい IMJ は行くらしくて、で行こう行こうっていうふうに言われたんだけど、3月のね確かね半ばぐらいなんだよね。そうですね、それぐらいでした、ね、そう行きたいなと思ったんだけどね、まあバーのマスターが行く理由はあんまないんだよ今年あたりでも行けばいいのに。そうですね、でもちょっと実は行く算段は立てています。あそうなんだ、はい、いいな、行ったらぜひレポートをね送ってくれるととっても嬉しいかもしれないいや素晴らしい。じゃあ、この辺でスーさんまた1曲いきましょうかね。ニューヨークで結成された5人のボーカリスト、要する総勢9人のソウルバンド、スノーホワイトブラックバードでハンドフルオブストーンズでした。ちょっと DJ っぽかったね今ね。ちゃうか、ちょっと古めの雰囲気もあって大人のソウルって感じでね。
いやもうバトル今日は来てるね、スーさん、そんなに頑張らなくてもってそんな感じですけど、はい、ね、あのいい音楽を一緒にこうね聴きながら、お酒も飲みながらということなんですけど、今回もまた恒例の美味しいお酒のレシピの紹介です。僕のバーの師匠、麻布のカスクストレングスの、篠崎さんから今日も昼バーにおすすめの美味しいレシピ届いてます。ご紹介しますね。篠さんから来ました。今回は、ホットモスコミドですね。最近空気が乾燥しているので寝ている時に喉を痛めてしまうことがあります。そこから風邪などを併発してしまうこともありますよね。バーには多様な職種のお客様がご来店になりますが、特にミュージシャンや俳優さんにとって喉を痛めることは致命的であると言えます。そのあたりをカウンター越しに見ていると、プロ中のプロこそドリンクのチョイスにも徹底的に配慮していて、そこには一切の妥協がないというか、見ていて素敵なことだなと感心をしてしまいます。なるほどね。何を注文するかによってバーテンさんも感心したり感心しなかったりと。俺は感心されてないな、いつもいつも同じだしこの人プロじゃねえなみたいな、明日早いってミーティング言ってるのにまだ飲むのかみたいなそれなら無理に飲まなくてもという意見は無粋。プロ中のプロは周りが放っておきませんから、お付き合いも大変なのです。このような時、あるミュージシャンの方はモスコミュールをホットで飲まれます。モスコミュールはウォッカ、ライムジュース、ジンジャーエールで作られるとても有名なカクテルです。ジンジャーエールも辛口を使用したりジンジャービアにしたりと店によっても様々です。普段のミュージシャンは、生姜フレッシュ生絞りが定番。なるほどね、うまそうだな生の生姜をすりおろして絞り、ジュースにして蜂蜜を加え、ソーダで満たせば即席のジンジャーエールの出来上がり。そこにライムジュース、ウォッカを温め加えて温めます。その風味や効能はフレッシュだけに抜群です。ぜひお試しください。これいいな、出してもらったことないな今度お願いしてみようかな篠さん。篠さん、これうまそうだな。次にじゃあカスク行ったら僕も、ミュージシャンでもアーティストでもないですけどお願いしてようと思ってます。その他のホットカクテルね、一口メモで上がってきてますけど、ホットカンパリ、甘さと酸味がカンパリのほのかな苦味に絶妙にマッチ。レシピ例、カンパリ 40ml、 蜂蜜 1スプーン、ね、熱湯適量と。ホットイタリアンっていうのもあるね。イタリアンスクリュードライバーを温かくしたもの、アマレット、オレンジジュース、シナモンスティック1本、これもうまそうだなこれあったかくなる前にね、ミラ君飲みたいね。飲みたいですね。飲みたいね。飲みたいですね。ポカポカあったかまりながらね、いいよね。なるほどな。寒い季節に体の芯から温まりそうな今回のレシピでした。はい。ありがとうございます。翔さん、いつもすいません。ありがとうございます。はい。それでは、後半ね、お話また聞きたいなと思ってるんですけど、はい、さっきのウィアーザワールドね、はい、の話、要するに大きな、まあ、感動が、ミラクにあって、それがこのサービスを生み出すきっかけになったっていうことでしたよね、はい。まあ、でも確かにそのすごいサービスで、僕もさっき聞いてね、聞くだけで本当に感動しちゃうんですけど、うん、とは言っても、まあこれ別に嫌な言い方じゃないですけど、うん、アイディア一発で、はい、どん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 人が増えていって、うん、チャンスをものにしてやるわけじゃない、はい。だけどそのすごく資金がもともとあってやり始めたわけじゃないじゃないですか。そうですね、いろんな人の協力とコラボレーションでやり始めてますよね、うん、それが何の苦労もなくこんなね素晴らしいサービスが出来上がるとはちょっと思えないんだけど、はい、なんか大丈夫だったんですか。そうですね、まあ、そのさっき例えば開発がちょっと実際サービスが出る前に遅れたりっていうのもあったんですけど、ただやっぱり無事作れたっていうのは良かったんですけど、うんうん、まあとはいえその後ですね、うん、サービス自体継続させていくと、うんうん、で実際にそのサービスもリリースしました、うん、お金も調達できるだろうだろう、だろう、それがですねできなかったんですねでもだってフラッグアールドは1万になって100万取ったじゃん、はい、あれだけじゃ足らなかったんだよ、足らなかったんだよね
で、まあ、2013年そうですね、頭にちょっともう資金的にはちょっと尽きてしまいまして、まあ、正直かなり、まあ、続けていくのは結構厳しい状態には正直なってしまいました。2013年の頭ってちょうど今から1年前だね。1年前ぐらいですね。資金がショートっていうのは要するに作るお金がなくなってしまった。はい、まさしく。うわですね、まあ、なかなかそれは結構まあしんどい体験では確かにありました。その時はでもあの、コアでやってるのは2名ぐらいだったんですか？何名ぐらいだったんですか？あ、そうです、その時と3名、僕含めて3名ですね。あ、はいはいはい、で、まあ、でもサービス自体はユーザーはどんどん楽しく使ってくれてですね、もうサービス自体はどんどんユーザーさん本当伸びていって、ただその中でもう資金がショートしてしまって開発ができない、新しい機能がつけれないっていう、まあすごいまあジレンマを抱えながらも、もう次来月どうしよう、来月どうしようっていう中で、でもやっぱりそういうのもいろいろいろんな方にご相談とかさせていただいて、じゃあまあ個人投資家の方がじゃあ途中つないでいただけたりとか、じゃあ知り合いがじゃあちょっと貸すよっていう方でお貸しいただいたと、でまあそれでその約1年間なんとか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 つないでいってですね、まあでもその中でもやはり僕はさらにサービス伸ばすために、やっぱりそうなるとある程度まとまった資金が必要なので、まあそういうのをなんとか資金を調達するために動いて動いて動いて、去年丸1年動いてですね、まあなんとか去年末頃にその資金のある程度目処が立ったという感じで。よかったね、おります。はい、素晴らしい。ほっとしております。本当にあの思いが人を動かしているというね。僕らその確かにその2012年のグラフィックアランドの時もそうだったんだけれども、すごくやっぱり感動的なサービスだし、人もどん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 増えていく可能性あるよねっていう議論をしてたんだけど、まあ多分これどこでも言われてることだと思うんだけど、これは最後はビジネスになるのみたいな、多分ここがその資金調達のポイントで重かったんじゃないかなと思うんだけど、そうですね、そこはねトークだけではなかなかこう飛び越せないじゃないですか。いつもなんて言ってるの？あの資金の部分、マネタイズ、でもあのマネタイズもちろんいくつか考えてて、アプリ その課金という形でいくつか持ってるんですけれど、とはいえやはりあの本当にっていうのがほとんどで、はい、そういう時みんな意地悪だからね。なので、まあ、実は今回その、あくまでもシナジーがあるところとから、今回調達させていただいているので、なるほどなるほどなるほど、やはりそこは一緒の事業シナジーがあるっていうところが一番重視されました。でもあれだね、音楽が大好きな人たちが集まってくる、まあ、一大コミュニティが、はい、要は、ね、iPhone 一発で出来上がってるわけだもんね、はい。これ iPhone はまたこれからもっと Android とかに展開するの？あ、そうですね、まさしく今 Android 版の方も作ってまして、はいはいはい、近々、そうですね、もう近々発表できると思います。あ、近々発表、はい、できると思います。なるほどな。じゃあまた人増えるね。なるほどな。そういえばその年末に、はい、イベントやられてましたよね。あ、はい、あ、そうですね、あの7初の、リアルライブイベントですね、7フェスフィーチャリングジョイサンドというのをちょっと行わせていただきました。なるほどなるほどなるほど、はい、それもやっぱり調達の成果だね。そうですね。あ、素晴らしいな。なるほどな。いやいや、ちょっとイベントの話をね少しゆっくり聞きたいなと思っているので、はい、ちょっと場所を変えて、はい、いいですかね。あ、大丈夫です。うどん食いながら。うどん食いながら。飲んだから次うどんにしようかな。、はい、いいですね、近くにね美味しいうどん屋があるんですよ。お、はい、楽しみです。上原がちょっと僕に付き合ってもらって、はい、それで少しゆっくりイベントの話を聞かせてください。あ、はい、はい、あの常連のお二人、いつもの通りあのマスターは行くけどいいかな。いってらっしゃい。はい、はい、ちょっと早めじゃないですか。確かにちょっと早いです。そうだね、いやもうお腹減っちゃって。そうです。クスさんもじゃあよろしくお願いします。はい、じゃあちょっと文原君とあの行ってくるので、あとよろしくお願いします。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。はい、というわけで今日もまあ天気がいいということで、はい、マスターは出かけてしまいましたけれども、いつもの通りですね。ですね、まあ、残りの時間は、はい、スマートフォンニュースサイトの読めるもから本日の注目ニュースをご紹介させていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まずはまあ時事的なところでいくと、猪瀬直樹前都知事が特集会グループから、はい、5000万円を受け取っていたという問題が、問題になりましたね、まあ、ありましたが、東京地検特捜部がですね任意で本人から事情聴取をしていたことが
分かったというニュースが、まあ、入ってきておりますと。で、まあ、その、前都知事の辞職に伴い2月9日に投開票が行われます東京都知事選挙に正式出馬を表明した、はい、細川護熙元首相については、まあ、昨日出馬の、まあ、表明をしたわけですが、まあ、過去に東京佐川急便から1億円借り入れ問題があったということで、まあ、そちらについて改めて謝罪したというニュース、まあ、あとはスポーツの話題としては、まあ、昨シーズンプロ野球新記録の開幕24連勝で無敗の最多勝と最優秀防御率のタイトルを獲得した楽天の田中将大投手が、はいはい、メジャーのヤンキースに決まりましたけれども、はい、これまでのメジャーの投手の中でも5番目の年俸額、7年の162億円という契約を結んだということで、まあ、全てこの辺のニュースはご存知でしたかね。はい、そうですよね。ただ読めるものとしては普通の時事的なニュースですね。まあ、今日はその辺もちょっとちゃんと読めるものになるんだぞということを伝えておこうと思います。なるほど。で、まあ、あとはですね、まあ、芸能ニュースの方いきますと、はい、お得意の、そうですね、デヴィ夫人が TBS のバラエティ番組内で女性出演者を、はい、まあ、3回平手打ちにして、戦えた女性が被害届を提出して、警察が暴行容疑で捜査を進めている事態になっているという話が入ってきているほか、あとは、お笑いコンビのチュートリアル、はい、こちらの福田光則さんが、アヤマンジャパンのルー北江さんとデートしていることが報じられたというものがまあ入ってきてもおりますが、はい、最近最も注目を集めているのがですね、明日ママがいないという、うん、芦田愛菜さん主演の日本テレビ系連続ドラマがあるんですが、はい、ご存知でしょうか。いや、これは見たことないです。まだ。なるほど。ちょっとチェックですね。まあ、こちらの方がですね、児童養護施設を舞台にしたドラマになっておりますが、うん、まあ、諸事情のためにまあ育てることのできない新生児を親が匿名で養子に出すための施設が日本では唯一熊本の方にあるんですけれども、はいはい、まあ、病院ですが、うん、まあ、そちらの方から、養護施設の子どもや職員への誤解や偏見を与えて人権侵害に当たると訴えていらっしゃいますと。で、日本テレビの方に放送中止を申し入れたと。で、まあ、その他にもですね、全国児童養護施設協議会であったりとか全国里親会が厚生労働省で会見を行って、はいはい、まあ、そちらも、放送内容を改善してほしいというようなことを、まあ、申し入れた。結構大きい騒ぎになってるっぽい感じですか。そうですね、まあ、なので、まあ、そうなると、まあ、スポンサー CM を出している会社も反応しまして、まあ、まあ、8社ぐらいがそのまあ、この提供はどこ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 みたいな、はいはい、普通ありますね、ありますが、まあ、それが第2話からは放送されなく、まあ、伝えられなくなったと。結構異例な。そうですね、はい、で、エバラ食品工業であったりエネオスさんはもう、CM から、まあ、外れると、まあ、お客様が嫌がっているものには、まあ、出稿できないというかいう形の、まあ、営業が出てきておりますと、はいはい。で、まあ、このドラマですね、あの過去にも高校教師や家なき子など、問題作と言われる脚本を手掛けてきております、はいはい、野島伸二さんが脚本監修を行っている作品でしてですね、日本テレビ側としては、まあ、謝罪とか放送中止とかは今のところ考えてはおらず、はい、まあ、最後までとにかく見てみてくださいというふうに考えているようですね、うんうん。はい、ちなみに視聴率ってどれくらい今言ってますか。そうですね、第1話が 14%、うん、第2話が 13.5% ということで、まあ、まあ、最近のドラマで言うと悪くもないぐらい、そうですよね、まあ、飛び抜けていいというわけでも逆にないですけれども、うんうんうん、まあ、というところで、まあ、これからまあ話題になっていくかなというところですが、まあ、逆にネットではまあ、そこを狙って炎上マーケティングなんじゃないかという視聴率上がりそうです、言われ方もしておりますが、まあ、まあ、これを機にチェックする人はまあ増えてしまうのかというところではあります、ね、ちょっとチェックしてみます、ね、で、最後は、まあ、恋愛関連のコラムが、まあ、読めるものにはございますので、はい、そちらの情報もお伝えしたいなと思いますが、はい、タバコを吸う女性と吸わない女性どちらがいいという好みはありますか。突然ですね。そうですね、聞いてみましょう。いや、僕は吸わない人ですね。あ、なるほどなるほど、まあ、はい、その辺のことをですね調べた記事がございまして、まあ、海外の大学で、アジア各国の方々と欧米の方々を50名ぐらい男女問わず集めて A と B のグループに分けて、
A のグループにはタバコを持っている女性の写真の魅力度を評価してもらったと。で B の方にはタバコを持っていない女性の写真の魅力度を評価してもらったと、まあ、同じ女性ですと、はいはい、で、そうしたところアジア欧米問わずで評価した人が男の人でも女の人でもタバコを持っていない女性の方が魅力的であると評価しました。そうなんですね。で、まあ他のデータとして日本人男性350名を対象に最も我慢できない嫌な匂いというものを、はいはい、調査したそうですと、はい、それによると1位は生ゴミ、なるほど、2位は口臭で3位がタバコと。あ、そうなんですね。ところで、まあ吸わない人にとっては、ね、やっぱり、まあ、嫌いな人は結構多いというものがありますね、はい、まあ、といった形でですね、まあ、ルパン三世の峰富士子のようにですねタバコが似合うかっこいい女性であればいいんじゃないかという意見もありますが、うん、やっぱり可愛い系清楚系のオーラを出している女性にとってはちょっと不利になってしまう要素なのかなというふうにまとめられておりますね。まあそもそも私がタバコを吸うから好きになってくれない男なんてこちらからお断りだという女性の方が今はね、はい、多いような主導権は女性にありますからね。そうですね、まあ、こちらが選べればいいんですけど、はい、っていうところ、そう思います。そうですね。まあ、といったわけで読めるものの方は、芸能から社会記事、恋愛コラムまで、多ジャンルのニュースが幅広く読むことができますので、ぜひお手持ちのスマートフォンでひらがなで読めるもと検索していただいて、はい、一度ご覧いただけると、はい、嬉しいです。最後は宣伝ですね。はい、すいません。はい、まあ、アプリもありますのでそちらかもぜひどうぞ。それでは今週もまあこの辺で、はい、はい、ありがとうございました。また来週。また来週。